テレビドラマで注目を集めた日本版 IMF ですが、陸上自衛隊は世界屈指の実力を持ち合わせています。中国やロシアのような数で勝負などとは違いますしね。今回は陸上自衛隊で大規模日米訓練でアメリカ海兵隊と陸上自衛隊がガチンコ対決を詳しく深掘りしていきます。レゾリュートドラゴン RD と進化はそれぞれ陸上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同訓練で、アメリカ海兵隊との対抗訓練でもある。両訓練は、日米の軍事協力を強化するために重要で、異なる兵器や戦術の適用が課題となっている。タイトルの最初の方を見て、諏訪1941年、昭和16年か？真珠湾か？なんて早とちりした方はいらっしゃいませんよね。日本とアメリカの合同訓練で双方がガチ勝負したということで、リアル世界のことではありませんから、ご心配なく。レゾリュートドラゴン RD という名前を聞くと、新しいゲームの名前か、はたまたゲームのラスボスかという感じを受けませんか？実は、これは陸上自衛隊とアメリカ海兵隊が行う大規模共同訓練のことなのです。この2023年版レゾリュートドラゴン23は10月中旬に開催され、およそ6400人が参加したそうです。この演習は3年目になるということですから、日本とアメリカの連携緊密化が一層進んでいるという証拠とも言えるイベントでしょう。一方、アメリカ海兵隊のもう一つの訓練進化演習が2021年から陸自北富士演習場で行われています。この進化は、国内ではほとんど知られていない訓練です。陸自中部方面総監だった Y 氏によれば、どちらも陸自にとっては重要な訓練ということですが、どうして進化は知名度が低いのでしょう。そして、この2つの演習の違いは何でしょう。今回はそれを見ていきたいと思います。ところで、進化ってどういう意味なんでしょうね。進化なのか、まさか進化じゃないですよね。RD では、上陸してくる敵を阻止する訓練、敵航空機や艦船を、2国の協力の下で攻撃する訓練などが予定されていたそうです。言うまでもありませんが、アメリカ海兵隊と陸自の兵器は全く異なります。だからこそ、実際の地形を使用して、両国の共同対応力がマックス発揮できる方法を、できるだけ早く調整する必要があるというわけですね。いざという時、この兵器は使えないとか、この兵器は邪魔になるという不具合は避けなければなりませんからね。また、11月15日には海兵沿岸連隊が誕生する予定になっています。これは、沖縄海兵隊の一部を改編して新たに創設するもので、陸自の配備部隊に比べると、歩兵の数が少ないと見られています。いずれは、アメリカ海兵沿岸連隊ミサイル部隊などの警護任務を、陸自部隊が担うことになるかもしれないと囁かれているので、弾薬や燃料補給も自衛隊の大きな任務の一つになってくるでしょう。こういった二国間の調整がスムーズに進むように訓練することも、RD の重要な目的の一つでした。ますます、日本がアメリカの軍隊と不可分の位置に置かれていくような気がして、むしろ危惧を感じるのは筆者だけでしょうか。現在の事実上の仮想敵中国軍は様々なミサイルを備えています。もちろん ICBM などの長距離ミサイルや核も持っています。それだけではなく、いわゆる新領域と呼ばれるサイバーや宇宙、情報などの分野に関してもアメリカ軍以上の力を持っていると見られているのです。日本とアメリカが協力するミサイル攻撃も中国軍の妨害によってレーダーや通信が使えなくなる可能性もあり得ますし、逆に中国軍がこちらを発見して先制攻撃を仕掛けてくるという可能性も当然あるのです。RD 演習には比較して進行を管理、評価する搭載部が設置されます。この搭載部では敵部隊の動きを推測し、両軍に被害を与えた上で演習を続行するように指示することもあるそうです。与える被害をどう判断するのか、
搭載部が決める一方搭載方式こともあれば、コンピュータに敵味方それぞれの部隊の保有戦力のデータを入力し、損害をシミュレーションする場合、対抗方式もあるそうです。ただし、敵の戦術や個々の能力まではさすがに反映できません。この場合の敵は中国やロシアですから、想像するしかありませんよね。新火演習は、陸自北富士駐屯地の富士トレーニングセンター FTC を使うので、この点については、客観的な数値に、基づき部隊が戦闘不能になるまで徹底した訓練を行えたそうです。FTC は、普通科に、特科や機構科などの複数の学科を組み合わせた300人規模の増強普通科中隊の実力を試すために作られた施設ということですから、こういった演習にはもってこいだったというわけです。アメリカ海兵隊は2021年6月から FTC を使って新火演習を始めました。敵となる対抗部隊は FTC 所属の陸自評価支援隊だったそうです。第1回目の新火演習では陸自の圧勝だったそうです。地元という地の利があるとはいえ、陸上自衛隊やるもんですね。その裏話を当時、陸自部隊訓練評価隊長として新火演習発足に携わった警視が語ってくれました。要するに、アメリカ海兵隊が陸自を舐めてかかっていたということらしいです。アメリカ海兵隊は自信満々で、我々を見くびっていたようです。相手が油断したところを、偵察部隊が情報を抜き、次々に攻撃したので、被害が拡大したのですとのことでした。この日、アメリカ海兵隊は、たった一日で、なんと、ほとんど、全滅に近い損害を出したのでした。ただし、このまま黙って引っ込むアメリカ海兵隊ではありません。剣道従来ということでしょうか。この敗戦を、教訓に、軍勢の立て直しを図ったので、その後の演習では、ほとんど負け戦はなかったということです。ここで最初に戻りますが、RD に比べると、進化がほとんど目立たないのはなぜか、改めて見てみましょう。関係者によれば、陸自では、進化については聞かれれば答えるという方針なので、あえて、積極的に広報はしていないというのです。つまり、聞きたい人は聞きにらい、そしたら教えてあげますよという相手任せの姿勢だったのですね。知らない人は知らないままでも、いいじゃないかということでしょうか。税金を投入することなのに、聞かれなければ、国民の多くに黙ったままで、アメリカ海兵隊に使用させていたんでしょうか。複数の関係者は、背景には、北富士演習場の協定があるので、その結果こうなったと言っているようです。この北富士演習場使用協定は、1973年昭和48年4月に、国と地元自治体などの間で締結され、5年ごとに使用期間を更新しているものです。今年3月の更新時期に、防衛省や山梨県知事たちの間で締結されたこの協定には、日米共同訓練の制限という項目が入っています。このため、新火演習は、アメリカ軍が FTC を使う演習と定義されたようですね。結果的には、FTC に所属する陸自評価支援隊が、アメリカ軍の演習に協力しているという形になったというわけです。新火演習構想を、アメリカ海兵隊が自衛隊側に提案したのは、ごく最近の2020年9月でした。こういった演習は、日本アメリカ共同演習の形にするため、両政府の合意形成から始めなければならないので、本来は、実施までには3、4年はかかるのが普通です。しかし、ここ数年の中国の台湾への圧迫行動を懸念したアメリカ側は、演習の早期実施を強く要請、強制したのです。政府は、日本を取り巻く安全保障環境への危機感、地元自治体への配慮を考えた結果、前述のように、アメリカ軍の単独演習という形で、たったの9ヶ月間で、演習実施の日を迎えたという経緯があるのです。前述の通り、3年目に入ったレゾリュートドラゴンですが、関係者が期待している南西諸島での本格的な演習はなかなか実施できないようです。確認するまでもなく、日本政府、自衛隊が演習を行う最終的な目標は、日本国民の生命財産の保護です。
となるとセローが支持してくれなければ、なかなか実施は難しいものになります。政府はセロンが理解してくれるまで手抜きをせず、国民へ真摯な態度で、ごまかしのない正確な説明を行うなど、より努力をしてほしいものです。